れはレインか。よし、誰もいない。行くなら今。ずいぶん人目を気にしているみたいだけど、どこに向かうんだ。このまま町を出ていく感じか。誰かと合流するのかな。ふふふんふふんふふん。結局一人で行くのか。さすがにちょっと危ないよな。確かにこの実況者ちょっと危ないかもしれないな。少しついて行ってみるか。あーあ、あー、今日はうまくできるかな。歌歌うってことか。レインのやつ一体どこに行くつもりなんだ。どんどん人気のない方へ向かってる気がするけど、うまくできるかなって言ってたけど、エネミーの討伐か何かか。でもそれならなんで一人で。ここはダンジョンの入り口か。だいぶこっそりついてくね。よし、今日も誰もいない。お、来たよ来たよ来たよ。何歌うんだって。このレベル帯を一人で行くのは危険すぎるだろ。一体何があるっていうの。いや、歌うでしょ、歌うんでしょ。ずいぶん大きな空洞に。確かに大きいね。ただこの形状はなんだか。何？ライブ会場か。よし、中にも誰もいない。なるほど。それじゃあ。ああやって高いところにレインが立ってると。ああ、やっぱり。まるでコンサート会場みたい。へえ、いいじゃん。うん。ああ、ああ。それじゃあ1曲目歌います。何歌おうか、すごい今考えて沈黙しちゃった。歌消えたぞ。レインは歌を歌いに来てたのか。レインが歌を好きなのは知ってたけど、こんなところで練習してたと。それでは聞いてください。大きなノッポの古時計。大きなノッポの古時計。終わり。ララララララ。気持ち良さそうに歌ってるな。だったら邪魔するのもよくないか。え、見ていこうよ。ざっと見たところは敵の姿もないし、何回も来てるんならここは安全なんだろう。これ以上覗き見するのも良くないな。引き返すとするか。さあ、ここでおそらく敵が出てくるんだろ。ほらね。しかもすげえネチョネチョ系のモンスターじゃん。レイン、どうしたんだ。ケルト君。ちょっともういきなりすぎるだろ。なんでネチョネチョかけられて服溶けてんのよ。がっつり溶けてるじゃないですか、服が。いや、まあ俺たちからしたらご褒美だけどね。レインさんからしたらもうこれやばいよ。あとだって数センチ上だったらもうポロンじゃん。ポロリンコじゃん。こんなモンスターがいたのか。でもここから銃で攻撃するとレインは。確かにな。てかこれあれなの、モンスターなの。これあれなの、粘液。え、精液。それはまずいだろ。仕方ない、ここは貢献で。ちょっと待ってろレイン。あ、もう終わっちゃった。え、キリト君、一瞬の出来事。ありがとう。なんかあれだよな、インスタント系だよな。あのね、思ったんだよ、フェイトルバレットのイベントはかなりインスタント。なんていうの、もう本筋のストーリーに力を入れていて、こういうサブイベントはかなりなんかカップラーメン的なノリ、おつまみ的なノリだよね。大したことじゃないさ。それよりレインは無事だったか。無事で何を。服も復活してんじゃん。うん、装備はダメになっちゃったけど、替えがあるのね。替えはあるし、でもなんでキリト君がここに。いや、まあそれはお前。あ、いや、それはだな。レインが一人で外に出るのが見えてちょっと気になって。もう素直にストーカーしたって言えよこれ。そっか、はあ、見つかってたんだ。それじゃあ歌を歌うところも。うん、ちょっとだけ。マジでちょっとだよ、本当に。ラー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 ぐらいじゃん。ごめん。もう要するにあれでしょ、風呂場みたいなのでしょ、風呂場。あのさ、俺あんまり歌ったことないんだけど、風呂場で絶対歌ってる人いるでしょ。あの、誰にも気づかれてないと思って。でもあれ結構外聞こえるからね。あ、ううん、キリト君に怒ってるんじゃなくてね。風呂場の音声って割と聞こえるんだよな。私一人だと思ってたから、それを考えると恥ずかしくって。別に恥ずかしいことじゃないだろ。レインは歌すごく上手だし。それなんだよな。本当？ありがとう。でもこの話はさ、過去作ロストソングか、ロストソングみたいなと分かんないこともあるよな。でもなんでこんなところで練習してたんだ。ここって
天井が高くて広くて、そこにステージもあって、コンサート会場みたいでしょ。まあ、まさにそれですな。ああ、それは俺も思った。人もあんまり来ない場所だし、こんな場所で歌えたらいいなって思って。まさかあんなエネミーがいるとは思わなかったけど。確かにここは歌うには気持ちのいい場所だけど、さすがに一人で来るのは危ないな。だったら次はキリト君も一緒に来てくれる？キリト君が一緒ならとっても心強いし。それはいいけど、他の人に聞かれるのは恥ずかしいんじゃないのか。キリトって歌うめえのかな。まあ恥ずかしいけど、でもね、松岡君はまあ普通にね、歌った、いろいろ歌ったりしてるけど、歌は誰かに聞いてもらってこそ初めて完成するんだと思うの。いいこと言うじゃん。一人で歌ってるうちはどんなに上手くても未完成なんだよね。確かにな、動画と同じだな。作っても誰かに見せなきゃ完成しないもんな。そこでのレスポンスだもんな。それに聞いてくれる人がキリト君だったら完成度も高くなると思うし。俺にはそこまで音楽の素養はないけど、レインがそう言うなら喜んで付き合うよ。本当？ありがとうキリト君。でも観客が俺一人っていうのもなんだかもったいないな。これだけ歌が上手いんだから。もうおだてても何も出ないんだからね。でもちゃんと練習してもっと上手くなったら、みんなの前で歌えるようになりたいな。あ、それは楽しみだな。レインの歌なら絶対みんなが幸せになる。それだったら嬉しいな。聞いてくれた人が幸せになるのが私にとっても一番の幸せだから。それじゃその日のためにもっと練習しないとな。周囲の警戒は任せてくれ。真面目な話すぎてさ、俺が全く喋れねえ。ストレアの時みたいにいろいろハレンチしてくれよ。わかった。ねえ、あともう一曲だけ歌っていってもいいかな。もう一曲歌うの？まあいいけどね。どうする、たこ焼きマントマンとか歌う？たこ焼きマントマン。一曲だけなんて言わずに好きなだけ歌ったらいいだろ。遠慮することないぜ。じゃあせっかくだから本当にライブみたいにしちゃおうかな。キリト君専用のライブだよ。もうラブラブじゃねえか。